開している高級車、ブランドインフィニティで2009年に発表されたコンセプトカーである。2009年3月3日、スイス連邦のジュネーブで開催されたサロン、アンテルナショナルドロートにて世界初公開された。エッセンスは、インフィニティの開業20周年を記念して企画された高級スポーツクーペのコンセプトカーで、同ブランドの精神や 今後の方向性を提示するアイコンとしての役割を果たしている。既存の VQ37VHR にツインターボチャージャーを採用したガソリンエンジンと新開発の 3D モーターとを組み合わせたインフィニティ発のパラレルハイブリッドシステムを搭載する。新開発の 3D モーターは電磁コイルと永久磁石の配置を 最適化したことで、既存のモーター比の約2倍の高出力トルクを発生し、エンジンとトランスミッションの中間部に配置される。モーター用の二次電池には、リチウムイオンバッテリーが採用され、低速域や低負荷域でのモーター単独走行を実現したことで、ゼロエミッションを達成している。インフィニティ M56 インフィニティのデザイン理念である、ダイナミックアデヤカをテーマに、 中村史郎常務執行役員、チーフクリエイティブオフィサー式の元チーフデザイナーである、青木守がデザインした。ロングノーズ、ショートデッキに徹底した古典的な、FR プロポーションをもとに、波の力強さをイメージした、ボディサイドの抑揚ある、キャラクターラインや22インチの体型タイヤを囲む、張り出したフェンダーのデザインは、FR 車らしい美しさや、 安定感を表現している。また、低いグリルとボディサイドのラインは、表やチーターが走り出す直前に低く構える姿勢をイメージしてデザインしている。その他、同ブランドの特徴でもある水面に映った、メガネ橋から想像力を得た、ダブルアーチのグリルやかんざしから想像力を得たサイドの、エアインテーク、伊達ま宗の兜に、 デフォルメされた三日月から想像力を得た CE ピラーの曲線をデザインに取り入れたことで欧米のプレミアムブランドにはない日本らしさも表現している。なお、エッセンスに取り入れられた新しいデザイン要素の一部は2009年8月14日にアメリカ合衆国のカリフォルニア州で開催された第59回ペブルビーチコンクールデレガンスにて 世界初公開された4代名誉にも取り入れられている。運転席側は、ブラック、助手席側は、アーシーレッドを基調にした、センターコンソールでセパレートしたことで、スポーツカーらしいタイトな空間を演出している。また、パドルシフトを備えた、フラットボトムのステアリングホイールやクロノグラフ調の、メーターパネル、湿気を連想させる手塗りのウッドパネルを採用した、ことで、 高性能スポーツカーでありながらも端正で洗練された空間も演出している。トランクにはフランス共和国のルイ・ヴィトンとコラボレーションした大小3つの専用ブリーフケースが格納され、トランクを開閉する際に2つのブリーフケースが乗った大型トランクがフロアごと前後にスライドする機構を採用している。ありがとうございます。